皆さんこんにちは、ジャパンサイファイのサックです。今回解説していくのはスターウォーズ屈指の名勝負エピソード3からムスタファーの戦いの舞台裏です。今回はオビアンとアナキンの対決のテストシーンを解説していきます。もうこれがですね、本編と比べても凄まじいんですね。アナキンの残虐性が強すぎてトラウマになりそうなパドメの首絞めシーン、身体能力が凄すぎるアナキンの回避技術、ちょっとシュールな吹っ飛びシーンなど、師弟対決で見られたかもしれない戦いの様子を解説考察していきます。削除されたシーンが採用されていたらどんな印象になっていたのでしょうか。本編との違いも含めながら見ていきましょう。仲間にならないなら敵と見るしかない。初っ端から衝撃的な場面が登場します。アナキンことヘイデン・クリステンセンがパドメの首を締め上げ、そのまま壁に叩きつける様子ですね。映画本編では怒りを抑えきれなくなったアナキンがパドメの方を見つめつつフォースで首を締め上げるといった形でした。しかしテスト版ではこれはオビワンを見ているのでしょうか、全く別の方向を向きながら片手間にパドメにフォースショークを決めています。さらにその場で締めるだけではなく、ドラマオビワン第3話でやったように首を締めたまま高く持ち上げていますし、壁に叩きつけた後は見向きもせず手放しています。パドメの苦しみ具合が結構生々しいですよね。本編だとパドメが自分を殺すためにオビアンを連れてきたという怒りのもと衝動的にやってしまった感がありますが、テスト版では敵とみなしたら誰であろうとそれまで的なアナキンの残虐性が強調されている感じがしますね。さすがに暗すぎるシーンになってしまいそうですが、その後パドメが生き絶えてしまったという展開にはスムーズにつながるかもしれません。テスト映像ではアナキンやオビワンがホースを使って物を投げつける様子が見られます。制作初期段階のコンテであるアニマティクス作成の段階から取り入れられていた演出ですね。ライトセーバーバトルに加えてホースのぶつかり合いも見せることで、まさにジェダイ同士の戦いって感じがしますよね。ただライトセーバーの攻防としては一瞬途切れてしまいます。最終版ではホースを使う部分を極力カットしたことで、本編で流れるアナキン VS オビワンの音楽に乗せて緊迫した剣術シーンが見られるようになったということですね。そして皆さんお気づきの通り、テスト映像ではユアン・マクレーガーではなくスタントチームのメンバーがオビワン役を担当しています。本解説では引き続き両者の役名で呼称していきます。さらに戦いの中ではアナキンの神回避を見ることができます。まずはコントロールルーム内での打ち合いのシーン。オビワンの水平斬りをスウェーでかわすアナキン。オビワンの水平斬りは流れの中で回転した勢いそのままに振り抜く攻撃となっているので、受ける方は結構怖いと思うんですが、完璧な距離感とタイミングで回避していますね。続いては展望デッキでのシーン。打ち合いの中でオビワンのライトセーバーがアナキンのブロックの内側に入ったところ、すかさずスナップを効かせて内側にライトセーバーを引き戻し、アナキンの頭を狙います。これに素早く反応したアナキンは上体を思い切り反らして回避。この状態でもライトセーバーを相手へ向け攻撃へと転じていきます。非常に強い体感ですよね。さらに直後のシーンではオビアンの繰り出した突きを頭の動きだけでかわします。その後オビアンが右側へ追い打ちをかけるのを予測してライトセーバーの下をくぐりつつ自身のセーバーで受け流していくという高等テクニックを披露しています。ちなみに昔メイキング映像の中に登場した回避シーンを真似したことがあるんですが、練習用のライトセーバーで顔面を強打した記憶がございます。皆さんもライトセーバーの訓練をする際はナイト以上のジェダイ立ち会いのもと十分安全に気をつけて行ってくださいね。続いてはオビアンがアナキンのライトセーバーを没収するシーンです。オビアンが足でアナキンのライトセーバーを蹴り上げます。しっかり膝が上がっているので膝下のスナップで強い力を与えることができていますね。オビワンにライトセーバーを取られたアナキンは一旦逃げに転じます。まずは背後に大ジャンプし、次の攻撃も爆中で軽やかにかわしていきます。このシーンが採用されていたらライトセーバーを取られても全然平気ですよっていうアナキンの自信がマシマシになりますよね。まあそもそもライトセーバー取られなければ良いという話なんですけれどもね。場面が変わってオビワンが見下ろす構図、一体どうしたのでしょうか。どうやら余裕を持って逃げていたアナキンですが、マスターオビアンの前に追い詰められてしまったようです。そしてオビアンを見上げるアナキン、一体どうしたのでしょうか。先ほどまでとは姿が変わっています。はい、スタントチームのメンバーは
オビワンだけではなく、アナキンもヘイデンと交代しながら演じているということですね。そしてホースを使って背後からオブジェクトを引き寄せるアナキン。これをオビワンが回避しようとしたところ、すかさずライトセーバーを回収。こうして再び二人の手にライトセーバーが戻り、打ち合いを再開していくことになります。そしてムスタファーの戦いの大きな見せ場であるライトセーバーぐるぐる大回転のシーン。本編でもコントロールルームの真ん中で打ち合いつつ、互いに予備動作を行い最後の一撃をぶつけ合う。その後フォースプッシュで押し合い弾け飛ぶというシーンが描かれていますよね。テスト映像でも高速で打ち合った後回転させるライトセーバーさばきが収録されており、演者の身体能力の高さが伺えます。フォースで身体能力を強化しているのでしょうか。テスト版では最後の一撃をぶつけ合うという場面はなく、回転しながら互いに離れつつ間を取っています。この点については本編の通りライトセーバーをガシッとぶつけて終わった方が、お互い決め手がなく無理やりに一撃を放ったものの、それでも拉致が開かないのでフォースを繰り出したという流れができ、相手の手の内を知り尽くした二人の拮抗した戦いとしてしっくりくる気もしますよね。そして一旦間合いを取った二人はライトセーバーの突きを同時に繰り出しますが、エネルギーが放出されて互いに吹っ飛んでしまいます。縦回転しながら吹っ飛ぶ様子が若干シュールですね。この後もライトセーバーバトルは続いていくので、両者のライトセーバーが壊れてしまったというわけではなさそうなので、エネルギーが放出される原理は不明ですが、テスト段階では2人のぶつかり合いがより強調されるような激しい演出が盛り込まれていたということですね。スタントコーディネーターであるニック・ギラードのインタビューでも、最初は喧嘩する夫婦のような振り付けを考えていたとのコメントがありました。以上がオビワン VS アナキンのテスト映像解説でした。フォースによる攻撃やアナキンの神回避など、テスト段階ではより多彩なアイディアが詰め込まれておりましたね。またパドメの首絞めカットでは、アナキンの残虐性がより強調されていました。こうしたアイディアの中でえりすぐりの場面が選ばれ、さらに作品との親和性が上がっていったことで、冗長的な部分がない、臨場感のある戦闘シーンを見ることができました。ただそれにしてもニック・ギラードのコンバット演出や、それに応えるヘイデンの身体能力が素晴らしいですよね。もちろんイワン・マクレガーやスタントチームの表現能力も素晴らしいです。戦いのロケーションやコンセプト、振り付けや表現など、様々な要素が最高レベルで結集されたムスタファーの戦いは、本当にスター・ウォーズの名場面と言えますよね。最終版では公開されなかった未公開シーンの中で、これは本編にあってもよかったみたいなシーンがあればコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルではスターウォーズを含めた様々な SF 作品の解説考察を銀河の皆さんに向けて発信していきます。今後も皆さんが楽しめる内容をお届けしてまいりますので、チャンネル登録グッドボタンで応援してくださいね。それでは次回の SF 作品でお会いしましょう。フォースと共にあらんこと。